こんにちは、チーフの三浦です。12月10日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は佐藤浩市さんや塚田僚一さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、新着物件入っておりますので、そちらをご紹介させていただきます。富士吉田市の物件、時和台ですね。はい、時和台、賃貸物件少ないですけれども、時和台グランベルデ2、66,000円、2階建ての最上階、2階角部屋になりますね。 2LDK タイプになります。はい、こちらも新しいいい目の物件ですね。2015年12月ですので、去年ですね、1年。1月の中旬から入居可能なお部屋になっております。新しいですからね、設備なんかも充実しておりまして、浴室乾燥、ウォシュレット、シャンプー、ドレッサー、なんかもついておりまして、24時間コールセンターもございますね。大型スーパー、いつもまで徒歩4分で行きますので、買い物も非常に便利。ストリートビューにない道、この前の道30メートルぐらい細いんですよね。だから1本隣のストリートビューになってますけれども、はい、ちょっと前の道が細い、ストリートビューにないので、写真撮ってきましたね。はい、こちら前の道、車、はい、これ2台すれ違いはできませんね。ただもうすぐなんでですね、そんな問題はないんじゃないかなと思います。はい、気になった方はご連絡をいただければと思います。はい、今日ご紹介させていただいた物件はこちら、またその動画はこちらをクリックすると見ることができますので、気になった方はご覧いただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。